始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タレバック王女のアンドゥです。今回もイケイケゴーゴー初体験、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。起きました。初めての料理だって。じゃあ行きましょうか。目玉焼きを作りたい。どっちを使ういや、フライパンでしょそりゃ。フライパンでしかないんだけど、揚げ物用鍋も見てみたい。卵を揚げたらどうすんの。あ、でも目玉焼きっていうか丸亀製麺にあるよね、なんかゆで卵を天ぷらにしたやつなら、いけるんじゃない。それ知ってたよ。大炎上。じゃあまあフライパンで普通に作ります。てかこれ以外の作り方を知らない、目玉焼きに関しては。お、かわいい。初めにしてはいいんじゃない。だって素晴らしい。初めてのプールだって珍しいタイプ。明日は学校でプール、水着はもちろんこっち。おい、エロいビキニに決まってるやん。こんなエロいビキニで学校の男子をもう誘惑させて落とす。私の虜にする。そして学校で女王教室を開くってことでしょ。はい。いや、もう男子は大喜びで、正直見ててください。あれ、予想と違う。男子は喜んでくれると思ったら男子がバカにしてる。許せん。じゃあもう普通のすく水でいきます。やべ、水泳ガチ勢だったわ。お、初めての海だって。あ、いいじゃん。明日は彼と海水浴。ちょっと攻めた格好したいな。だってトイレットペーパーいや、トイレットペーパーさすがに取りに取るわ。紐ビキニ、いや、ちょっとじゃないけどね、紐ビキニはかなり攻めてるよ。見て、彼氏大喜び。じゃあお待たせいたしましたか。トイレットペーパーいきますか。じゃあいきますよ、トイレットペーパーで。さあどうなる。むしろ超セクシーになる可能性あるけどね、うまく負けて。めちゃくちゃお金なかったんだろうな、きっと。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。